昔はヤスさんがサンタだったの。子供じゃないのよ。俺はサンタさんやるよ。子供たちに。残念ながら。そこはまあ武力がものを言うけん。小道寺はサンタになれない。なれる！小道寺でも、現金爆弾さえあれば、サンタにはなれます。プレゼント配るんて。いや、その辺の子供には配らんよ。つまり俺らにプレゼントを。お前らにはねえ！それはそうじゃろ。もう成人しとるだろうが。お前らは自分でクリスマスプレゼント買えや。いや、そうだろう、普通。靴下用意しとく。子供か！キッズリスナーもおるかもしれんだろ。いねえ！パチンコ屋に行ったらサンタさんからプレゼントもらえるぞ。仲良くしようや。俺だってこんなの言いたくねえよ。平均年齢40超えとか限界集落。いや、40は超えてないやろ。やっぱ30代でしょうよ。30代って言ってくれよ。40、50が集まっとるって考えたら、わいはもう。せめて平均年齢38にしてくれや、頼まい。38、32。わいは50代。うっ。44。年上多いな。俺より上やで、それ。49。もっと下げて。嘘でもええけん。14歳女子です。ほら来た。下がってきたぞ。嘘でもええ。嘘は言えん。元21です。そんな俺も今や学者の卵。あっ、聞こえますか皆さん、この歯音が。こんな環境でやらされてるんですよ。カメムシは書く語りき。止まった。さて、じゃあそろそろ睡眠しましょうかね。あんし口入ってこんの。まあ冷たくなったらあいつら隠れるから。あの、寒くなったらこうやって暖房とかつけとるけん活発に動くだけであって、こいつらはもう極寒になったら動かんくなるから、そういうあのフリーズ機能を搭載しておりますんで、だから大丈夫。お布団バリバリあったかいだろうって。まあ基本的にさっき考えたんで、あの、買おうと思ってます。では変温動物だから、またこっからちょっと俺潜ることになるけん、一時仕事が忙しくって。じゃあまたお疲れ様でした。次回会いましょう。チャオです。